enchanté. Hi, I'm back, I'm back, welcome back. I'm makeup artist based in New York. どうもケントです。よろしくお願いします。今日はね、シャーロット・ティルバリーさんのクリームアイシャドウですね。でもこれは結構顔全体使えるプロダクトになってるみたいなので、面白いなと思って今日レビューしたいと思います。じゃあやっていきましょうか。で、今日もカールが来てくれてるので、皆さんよろしくお願いします。 OK, are you guys ready? Let's pop the journeyRight, so we're gonna start to review Pillow Talk. で、この Pillow Talk は普通のアイシャドウとかでもあるんやね、確か。Pillow Talk シリーズっていうのが、セレブとかのお客様に大人気なんですよ、シャーロット。それが今回このクリームアイシャドウとして新しく出てきたってことですよね。そうです。すごいね。This is the name is Pillow Talk.、Mm-hmm. And actually she has other eyeshadow powder.、Mm-hmm. And then, but this cream eyeshadow, she just make new stuff with like this same powder. It looks so nice. It looks so nice. Yeah. これはすごい。This is very creamy. Mm-hmm. Easy to apply. Let's try. Yeah. はい。じゃあこちらの目で一回トライしてみたいと思います。Yeah. これね、結構しっかりつくんですよ。ほんとクリームみたいな。なので、ブラシでいきたいと思います。わかる？ドン。結構つくんです。でも結構繊細な色というか。うん、色がすごい、だから生クリームを置いてる感じ。だからそれも伸び方も綺麗し、あ、これは、あ、これいいわ。わかる？一回でこんだけ綺麗に伸びる。これはすごい、本当伸びがいい。な、結構今まで紹介させてもらったクリームアイシャドウと違って、もうふわーってあの広がる感じ。深くね、なんかそう、キュー、どうでしょうか。どっちかっていうと、ちょっと本当になんかね、可愛さがあるけど目の骨格をしっかり出してくれるみたいなのがすごいいいと思う。 It looks like very cute, but we can see that your contour、mm. and then I think it's very good to use natural makeup、mm-hmm. mm.Yeah. This is very nice. 私シャーロットを海外にそれまで知らなかったんですけど、結構有名ですか？うん、有名やし、ビクトリア・シークレットとかでももうバックステージで入ってるぐらいやから。なるほど。でもこの、まあ、セレブメイクっていうか、もうアメリカの美しいビューティフルっていうのはシャーロット、やっぱメイクアップアーティストとしてもすごい人やから、あのやっぱそういう質感で、じゃあ他で言うとパッツ・マグラスさんとか、そのファッションからグッてくる人とか、セレブの方からグッてくる人で、やっぱそのキャラクターがプロダクトに出てきてるから、今の時代はすごい面白いなと思います。なので僕も自分がメイク作りなら考えたら、どんな作ろうかなってなるけど、もう皆さんこれ応援してください。この YouTube 応援して上がっていけば、もしかしたらプロダクト、僕ケンティナからメイクプロダクト出るかもしれないので、お楽しみにしてください。 Then nextThis color, Walk of No Shame. What is it, Shame? Walk of No Shame. What does it mean? So, Walk of Shame is like, nobody really likes it anymore. So, having no shame is like a good thing. No shame. No shame means that you're not embarrassed. Okay, I got it. All right.じゃあね、Walk of No Shame。 僕も英語がもっともっと勉強しないとダメだと思いました今。けどね、メイクはできる、一緒にやっていきたいと思います。じゃあこのカラーチェックしてみましょう。はい、ケンさん、こちらも大人気シリーズなんですよ、Walk of No Shame。 うん、なので、どんな色か楽しみに。見てね、これももう本当、レッドラックファックリーどんな感じですか。ちょっとレッドラックファックリー絵の具みたいな、うん、結構しっかりよ、もうほら、ドバって飲むの見える？めちゃくちゃドバって飲むの。確かに、ほら、めちゃ濃いわこれ。ちょっと色が取れすぎぐらい塗れてるから、ちょっと別のブラシでやってみましょう。あ、じゃあ濃くするときは少量で大丈夫。うん、もう本当にえ、ついてんのぐらいでも伸びるぐらい。なるほど。でもこんぐらい塗った方が色はしっかり出ますよ。伸ばして。新色二色で全然違いますね。大人っぽいのと可愛らしいので、うん、絶対カールはそっちの方が好きですよ。 I think you like this color. I think so. Yeah.
じゃあテントさん、どっちのカラーがテントさん的には好きですか？ね、僕はやっぱナチュラルの最高峰を目指す人間なんで、ナチュラルメイクの最高峰、ナチュラルメイクで世界トップになるんだっていうので、僕はもういつもニューヨークで頑張ってきたので、僕はこういう色味の方が使い勝手がいいのかなと思ってます。ちなみにケンさん知ってますか、チークにも使えるので、うん、これかちょっとアプライしてもらっても大丈夫ですか？ちょっとやってみよう、うん、これチークにもいけるのほんとに同じカラーですよね。あ、でもだから伸びやすいって考えたらチークで使えるのかな。めちゃくちゃ発色すごいぞ。まあでもそう考えたらクリーミーで伸びがいいっていう色味を出してる理由がわかるかも。シルクにも使えて身に使えてって考えたらめちゃくちゃおしゃれだな。どう？結構しっかり入るね。コントアリングみたいに入ってます、うん。ケンさんこれすごい長持ちで12時間続くらしいです。12時間、すごい。うん、可愛い。 This is so cute。 いいね。チークはこっちの方が可愛いかも。うん、確かに。うん、 This is the same color for the other side、うん、but eye color looks like very darker、うん、but if you're gonna need on cheekIt's very cute, more like a soft, right? Yeah. It's really nice. This is your favorite, right? This one now? Yeah, okay. So, カラーがこっちが目でこっちがチークで感じで、どうでしょうか？うん、確かにチークではこっちの方が可愛いかも。で、結構高級な感じですね。で、これ一つ持てたらいろんなベースにも使えると思うので、例えばこっちの色をベースで使って上から別のカラーのパウダーチークとか振るとしっかり色が乗るのでいいと思います。はい、Thank you very much for watching! イエーイ！これさ、僕いつもイエーイってやってるんだけどさ、自分の声だけでイエーイってたまに寂しくなるから、皆さんコメントでイエーイってくださいね。コメントで、はい、コメントでなんか伝わってくる感じするかなと思って。はい、ね、じゃあ、今日はカールとこれのレビューをしていきました。で、今ちょっと左右違うメイクしてますが、ね、これをちょっとまあ使ってまた今度メイクしてみたいなと思います。はい、じゃあ動画良かったなと思ったらいいねとチャンネル登録でね、撮影方法をちょっと変えてみたので、もし皆さん良かったなと思ったらいいねとかコメントいただけたら嬉しいです。はい、じゃあこれからも僕たち頑張っていくので、これからもよろしくお願いします。 If you guys like this video, like and subscribe and follow her Instagram. Okay, bye! Bye! じゃあね、バイ。